FM81.3MHz 札幌村ラジオ、毎週第4土曜日のこのお時間は東区タッピー通信 e ストーリーを全国の皆様にお届けしています。札幌市東区内の高等学校などに通う生徒さんたちが地域密着の話題や施設を自ら取材し制作しています。こんにちは。札幌大谷高等学校生徒会高校2年生の中島琴葉と矢部心と高校1年生の斉藤圭信と田中空希です。札幌村ラジオタッピー通信 e ストーリー、本日は丘珠町にあります札幌丘珠空港に来ています。イエーイ。丘珠空港は札幌市の中心から北東に直線距離で約 6km と近くにあり、ビジネス、観光、防災、医療など重要な役割を果たす札幌の空の玄関口です。私たちは丘珠空港の歴史や施設に興味があり、今回取材させていただくこととなりました。本日お話を聞かせていただくのは札幌丘珠空港ビル株式会社総務部長菅原直樹さんです。菅原さん、本日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。丘珠空港の魅力といえば、都心に近いことがまず頭に浮かびます。とても利便性が高いんですよね。はい、地下鉄を利用される場合は東方線境町駅から約5分、バスで5分ですね。また JR 札幌駅からは毎回やタクシーの利用で約20分とアクセス抜群です。そんなに近いんですね。はい、丘珠空港は近い、早い、便利を売りにしております。市内中心部からも近い丘珠空港からの運航先について教えていただけますか。はい、本日の収録日1月29日現在は道内路線につきましては6路線、函館、釧路、沼満別、根室中標津、奥尻、利尻が北海道エアシステムさんが運行しています。道外につきましては三沢、秋田の2路線が北海道エアシステムさん運行して、その他に松本、静岡、名古屋、小牧の3路線を富士、ドリームエアラインさんが季節で運行しています。1月31日からは新たに新潟路線をトキエアが運行するので、2月の放送時点では新たな運行先として加わっています。新たに新潟も加わるんですね。はい、1時間40分程度で結ばれます。アクセス抜群の丘珠空港だからこそ、札幌市民にとって新潟がぐっと近くなりますね。1日にどれくらいの便数が発着しているんですか。はい、本日の収録日1月29日は、富士ドリームエアラインズさんが季節便が飛んでる期間ではありませんので、そう多くはないんですけれども、それでも1日17往復34便が運行しています。新型コロナウイルスが流行した時は乗降者数がかなり減っていたと思うのですが、回復してきましたか。そうですね、昨年度令和4年度の年間乗降客数は、当社調べの数値でチャーター便も含めてなんですけれども、新型コロナウイルスが流行する前より増えておりまして、約32万人となっています。また令和5年度はまだ途中ですけども、今40万人を超えるような推移をしております。令和5年度は40万を超える見込みであるということと、新型コロナウイルスが流行する前よりも増えているということの2つに驚きました。利用促進など何か特別な取り組みをなされたりしたのでしょうか。そうですね、まず丘珠空港を知ってもらうことが一番で、これまでもいろいろなイベントをはじめ、あと SNS を含めた PR を実施してまいりました。まずは丘珠空港を知っていただくこと、そして関心を持っていただくことが非常に重要だと考えております。利用が増えた要因ですが、路線が増えたことが一つではあるんですけども、まず昨年3月に FDA 富士ドリームエアラインズによる名古屋小牧路線が新たに就航したこと、そして10月には北海道エアシステムさんが秋田線、そして根室中標線の2つを開設したこと、そして1月31日には
時計屋さんによる新潟線が開設されて、ここ1年で4路線が新しく増えたことになります。岡玉空港の歴史について知りたいので教えていただけますか。はい、昭和17年、1942年になりますが、9月に旧陸軍が飛行場を設置したことが始まりなんです。で、昭和21年から25年にかけまして、あの米軍の宮廷部隊が演習場として使用していたんですよ。昭和33年12月には防衛庁が札幌飛行場ということで告知されました。で、皆さん、岡玉空港の正式名称が札幌飛行場だということを知ってましたか。そんな歴史があったんですね。岡玉空港って正式名称ではないんですね。勉強になりました。旧陸軍や米軍とか想像を超える歴史があると聞いて、空港の歴史に興味が湧いてきました。今お伺いしたような空港の歴史について学べる場所はありますか。はい、岡玉空港ビルの2階に札幌今昔探検広場という施設があります。ここでは岡玉空港の今昔や出来事、そして役割を紹介するだけではなく、岡玉地区や札幌市の歴史についても学ぶことができます。お子様にも分かりやすいように映像で紹介するコーナーなんかもあります。空港ビル内にそんな魅力的なスポットがあったんですね。ぜひ行ってみたいと思います。この他に岡玉空港ビル内に飛行機に乗らない人でも楽しめるスポットはありますか。はい、この3階の送迎デッキからは飛行機が間近で見ることができます。そして2階にある岡玉キッチンでは、岡玉名物玉ねぎの札幌キを使用したオリジナルのカレーやラーメン、そして岡玉ポッケというものが食べることができます。で、売店スカイショップ岡玉では札幌キを使った特製ダレに漬け込んだホルモン、岡玉ホルモンというものを販売しております。令和4年2022年に岡玉空港が開港80周年を迎えたことから、東方線境町駅の近くにあります菓子司松屋さんとコラボして、東空港のオリジナルどら焼き岡空ドーラを販売させていただいたほか、今治タオルハンカチやオリジナルブレンドコーヒーなど、東空港のオリジナル商品をはじめ、札幌のお菓子なども楽しめます。子供の頃飛行機が飛んでるとついつい見たりしなかった。した東区で飛行機の発着が見られるなんてとっても素敵なスポットですね。食事しながらも飛行機を見られるんですか。じゃあせっかくなので滑走路見ながら岡玉キッチンでも行ってみましょうか。イエーイ。はい、こちらが岡玉空港レストラン岡玉キッチンです。皆さんどうですか。本当に飛行機が近いですね。今日はせっかく来られたので、岡玉空港名物の岡玉ポッケというメニューを食べていただきたいと思います。イエーイ。はい、それでは皆さんのところに一つずつお配りしたいと思います。ありがとうございます。失礼します。ありがとうございます。はい、先ほども紹介しましたけど、岡玉空港の周りには玉ねぎ畑がたくさん広がっています。で、この岡玉ポッケは岡玉名物 の岡玉カレーを使った、ピタパンですね、のような軽食用のメニューになっております。ぜひ皆さん一度岡玉ポッケ食べてみていただけませんか。はい、食べます。いただきます。いただきます。お匂いがいい匂いだね。もうお腹空いてくる。美味しそうだった、ね、めっちゃ美味しい。マジマカレーが美味しい。美味しい。やば、全部うまい。ね、美味しい。岡玉ポッケとても美味しいです。ありがとうございます。はい、飛行機を見ながら美味しい食べ物を楽しむ、これは最高の贅沢ですね。札幌今昔探検広場や送迎デッキ、そしてレストラン岡玉キッチンなどの様子はホームページ内で360度画像で紹介してますので、ぜひご覧ください。また札幌岡玉空港サポーターズクラブの会員になると、売店や岡玉キッチンでお得な利用ができます。札幌岡玉空港サポーターズクラブについて教えてもらえますか。はい、札幌岡玉空港サポーターズクラブは、札幌岡玉空港を応援してくれる方、
興味関心を持ってくれる方など多くの方に愛着を持ってもらえるように開設した都心会員組織になります。もちろん入会費や年会費は無料です。サポーターズクラブの会員の方には空港に関する情報をお届けしたり会員限定の特典が受けられます。 LINE 公式アカウントも開設しましたのでぜひご覧いただければと思います。家族や友達にも宣伝しておきますね。岡田空港ビル内では市民も楽しめるイベントなども実施しているんですか？はい、定期的に様々なテーマで写真展なんかを開催しております。昨年9月10日の空の日イベントではですね、早朝に空港の滑走路をウォーキングするイベントを実施しました。滑走路に入れるなんてすごいですね。はい、滑走路だけではなく実は北海道エアシステムさんの格納庫もこの日限り会場を開放しまして、近くで飛行機を見たり写真を撮るところをしたり、いろんなことを楽しんでいただきました。格納庫まで飛行機好きにはたまらないイベントですね。飛行機に乗る方だけではなく札幌市民東区民が楽しめるイベントも定期的に実施していますので、ぜひ一度札幌から空港に遊びに来ていただけると嬉しいです。菅原さん、本日は貴重なお話をお聞かせいただきありがとうございました。ありがとうございました。本日は札幌丘珠空港について、札幌大谷高等学校生徒会高校2年生の中島と矢部と高校1年生の斉藤と田中が現地から紹介しました。札幌丘珠空港は飛行機に乗らない人も楽しめる魅力がいっぱい詰まったスポットです。飛行機に興味がある方、食、歴史に興味がある方は東区にある札幌唯一の空港を訪れてみてはいかがでしょうか。それでは最後に札幌大谷高等学校吹奏楽部による演奏をお聴きください。81.3 メガヘルツ札幌村ラジオ、毎月第4土曜日のこのお時間は札幌市東区内の高等学校などに通う生徒さんたちが地域密着の話題や施設を自ら取材し制作しています。東区タッピー通信 e ストーリーを全国の皆様にお届けしました。来月もこのお時間に生徒さんたちの取材成果を放送いたします。ぜひお楽しみに。